さあ、緑が、手に入りました。緑が通れねえ。でけえ四角。この途中途中にあったさっきもがさっき完全に無視しちゃったあれなんでしょうね。鳥の声のさ、空間がすごいね。遠くにいる音がする。
しだったな。じゃあ、そうでもない。あ、ここだ。何もなかった。ああ、あのリンゴを落とすのか。成長する。え？そんな予想が外れるとは思わなかった。金に潜るが正解。嘘だろ。まあいいか。下。はあ。まだどっかやる？一緒にこっちに乗ってこないといけないのか。乗れる場所がどこにもないな。これはあるのか。あそこにあるけど、上に来てんだけど、どういうこっちゃい。
ドッスンとミニドッスンだな、これ。なんだっけ、小さいドッスンのことなんて言うんだっけ、コムラみたいな名前のコトンだ。これ道合ってんのかな。あーでも登るとこ見つけた。ここで行き止まりか。めちゃくちゃ歩いた、めちゃくちゃめちゃくちゃただ歩いただけど眠くなってしまった。これジャンプすると切り替わるのね、赤いやつは。あそこね、最後に乗れるのかな。乗れないんだわ。こっちから行くんじゃなくて左から行くんだろうね。本当？同じじゃね？いや違うべや。左から登ってきて、ここを右をぐっとまっすぐ行くか。じゃああれこっちだっけ。
た。合ってんのかどうかよくわからん道をひたすら歩かされるのは結構辛いね。引っこもろて。綺麗なんだけど、あの今の感じゲームとしてはすごく退屈なゲーム。ゲームすらな、雰囲気9、ゲーム性1ぐらいの感じ。さてまだ続くのか、まだつ、いや動かせない、いや動く、どなんじゃ今の。長押し A 長押し、 A 長押し、あ二段ジャンプのこと、二段ジャンプホバーができるようになった。結構気をつけないと急に重力かかって落ちてくるから要注意ですね。そんなに入れない方がいいと思うんだよね。滑る、この小さいこの足場は乗れるんですかね、これ乗れねえんだわ。じゃあ綺麗な滑空が必要ってこと、こうだ、なるほどですよ。で、ここから上に行くんか。左？全然隠しを見つけられてないですね。これ上は、あ、ここ通れんの、通れる壁と通れない壁の見分けがねすごく些細な、この水彩の色で決まってるから。これ乗ってこれ来てこれ行け、いや行けないか、でなんもねえ、下か、
鳥がいるところだと何回でも飛べる。重量感どういう展開なんだろうか。当たっちゃダメなのかな、これ。でも、ああ、いたいたいた、赤い子いた。面白いな。石状態で歩いてんの面白いんだよな。ここ割れそう。どっち行くの？そっちか。なんでこうなってんのかがわからない状態でやってるから、なんなんだろうな。じゃあ岩で着地ね、真ん中は。第2波なあ。この時間、このゲーム、こういう時間が多いと思う。あんまり良くないぜ。ああ遅い。戻るのに10秒かかってんべ。下から突き上げてこない？
来ないか。ステージになると星を集めましょうっていう目的もなんかちょっと薄くなってるね。どんどんステージごとにこうやるべきことが変わっていくゲームなんですかね。何をすればいいんだろう。すごい見た目なのに鳥が敵で石が武器。やんちゃな子です。青だ。これで R と G と B と一応全色揃ったから色は戻ってるんじゃないかな。全ての色が戻って。そんなゲームだったっけ。そうだね、青は水。